皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのはですね、なんと、調べた結果、最近で出てきたね、あれをね、見てわかると思うんですけど、ロックマンの、キーフレームを持ってるのが、俺だけだったらしいです。はい。ね、フレームのね、現在の取得してる人とそのフレームの最高キャラ強 P みたいなのがあるんですよ。で、まあそれをね、一覧パーって出てきて、誰がどれ持っててみたいな、被りが誰でみたいな、その中で歴代1位がとか歴代あなたは何位ですよみたいなのがわかるんですよね。ロックマンがなんと、キーフレーム多分1回しか開催されてないんじゃないかな、おそらく。重複で撮った記憶があまりないんで、おそらく開催された回数が1回で持ってるのが俺だけだったっす。面白くないですか。で、唯一このゲーム界でキーフレームを、ロックマンのキーフレームを持ってる私が、ロックマンのキーフレームを使っていくと。キーフレームってか、裏だからキーフレームじゃないんだけど、おい、デスふざけんなよ、なんでだよ。そこでデスマジ？なんとか倒して。お、雲横当て成功。成功してる、横当て。素晴らしい。雲もダメージ。まあ一応猫の攻撃が食らっちゃったけど、デスの攻撃食らわずすんだ。雲って何があってもデス無理だと思ったけど、一応横当てできるんだ。あ、ポポポポポポンでやられちゃってる。爆発いくか。で、リムル取って。で、虹魔法めんどくさいね。リムルだからさ、魔法使いがさ、すごくめんどくさいんだよな。まあ、頑張ろうとしてくれてるのはわかるんだけどね。はい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 。まあ、とりあえず流せるとこ流してって。うん。もう遅延ばっかだね。これドローだね。もう一回これでブラド置かれて、ドローされるだけ。相手が大型一本引いてないんだよね。死ぬ前の魔法使いとか、あーちゃんマジで強いからさ、もう全部遅延に使われてる。まあしゃあないね。地震、何にも当たらない自信。というわけで、ドロー。はい、ありがとうございました。はい、それでは続いていきましょうか。ちょっとね、ロックマンでもっと生き生きしたいんですけどね。ブラドとか、レイドラ、まあ、特にブラドなんだけど、結構きつくて。ロックマンのいいところって、そのチャージショットで撃つラッシュコイルがすごい強いんですよ。チャージして、通常攻撃をするか、チャージしてスキルを打つと火力が上がるんですよね。それで、空飛びながら一方的にラッシュコイルして、ダメージを稼ぐ。で、有利を作って、着地してから攻撃速度が高いんで、特に虹バッチャーね。チュチューンって、チュチューンって、またスキル打って倒すみたいな。で、体力残してまた進行して、取り出削るのも結構早いと。いった感じのキャラになるんですけど、例えば、ことかこれど真ん中置くじゃないですか。そうするとチャージショットで2枚抜きできない？あ、できないか。意外できなかったわ。いるかなと思ったんだけどな。でも削るのめっちゃ早いんで、こんな感じで結構削ってくれて、ラッシュコイル、取ったね。えらい。あー、デビルかな？そして ?OK よ。引っ張られるけど、まあ、とりあえず OK。ただ、今回、金太郎と桜ちゃんなんで、かなり苦しいね。ドローにされちゃう。スキル打ってほしいんだけど、レードルさん。打たないと狩られちゃうんだよな。まあ、雲は行こうか。下は多分弾けるんで、デビルで倒して。で、金太郎複数だしね。じゃあ、バックムスこっちも複数出そうか。もうね、そんなんやられたらね、無理なんですよ。
なのでこちらもちゃっちゃと本体削りに行って倒してデビル出してそれで削れててロックマン流して狛犬出てきてちょっとキャラ使いすぎたね。キャラ使いすぎた結果赤ずきんを切るコストなくなっちゃったけどまあたまるでしょう。はい、雲と赤ずきんでダブルで殴ってもらって、で今ロックマン止まってないですね。一応はい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 。で、上取れそう？取れないか。で、ロックマンのいいところが、火力が高いとこなんだけど、こういうね、近距離に来る大型とかを重ねて結構一瞬溶かすことができる。で、一個問題がこのシマリスで、シマリスには与えるダメージ減少ですね。なぜか不明なんですけど、与えるダメージ減少の相性を持ってます。シマリスただでさえ強いのに、ロックマンただでさえね、弱いって言われてるのに、シマリスに与えるダメージが減ってるんですよね。何なんですかね、一体。ペトラで弾いて取る。まあ、ただ、ちょっとこの奥は間に合わないですね。はい、ありがとうございました。まあ、雲になるとどうしても、ね、スローペースになっちゃうね。はい、それではね、続きましょうか。ロックマンね。まあ、何がね、弱いんだろうってね。まあ、なんか強そうに見えるけどって思った人いるかもしれないけど、今回虹バッチでね、見せてるからね、強そうに見えるかもしれないんだけど、バッチなしがね、結構エグいんだよ。だいぶ何もできないキャラで、フィジカルがないんだよね、バッチなし。一回バッチなしも見てく？バッチアーニョ動画にしようかと思ったけど、バッチなしも見てくか。ロックマンは、そもそも虹バッチの恩恵っていうのが、攻防 HP アップ、スキル発動率アップの普通の金バッチのあれと、さらに攻撃回数が上がるんだよね。攻撃速度だね、つまり。攻撃が速くなるから、スキルを打つね。頻度も良くなるし、火力も上がるし、で、スキルがやっぱ、スラトンって回避してくれるスキルだから、なかった。で、そう、回避してくれるスキルだから、結構ね、頑張ってくれるんだけど、例えばこういうとことかでロックマン切るじゃん。ちょっと引き目から切って、チャージして、ラッシュコイルでドーンってやると、本来のダメージにも少し上乗せしてくれるから、このドラゴンライダーをね、より削ってくれるかもね、みたいなのがある。スキル？倒したけど燃やされるなぁ。これ燃やされるの結構苦しいんだよなぁ。あー、やばいの起きちゃったね。ビーム打たれるとまずいんですが、倒されてもらって、一歩進んでから、一回削らして、二回目削らせたくなくて、ロックマン置いて。だからロックマンね、これ空飛んでもメガラビームは、通あの、地球同時なんで狩られちゃうんですよね。ただ、攻撃回数を相手落としてるんで、攻撃できずに削ることができて、ロックマンが飛ぶんだけど、そう、地球同時攻撃は耐えられないと。耐えられてしまうと。って感じだね。アマゾンですね、攻撃が届いて、スキル打てるなってから、ロックマンのラッシュコイルプラススキルで、空もね、やりたかったんだけどね。こんな感じで、地球同時には目っぽい弱くて、狩られてしまうと。さあ、いいよ。一応倒してくれたね、ウルフは。まあ、でウルフは倒さないと困るんだけどね、そもそもね。まあ、でも即死しちゃいますね。別に HP 低いわけじゃないんだけど、低く見えるぐらいには、結構狩られる。あ、時間がやばいね。普段行くか。時間が。これで取ってないで、こんなことなっちゃう。もう全然間に合わないかも。キャラは残ってるんだけど、時間がね。もっと早く流してもよかったんだけど。あれ剣士どこ行った？取る前に置いた剣士どっか多分ずれちゃった、キャラで。そう、チビベルが見えた瞬間に、うわ、流しても死ぬ。って感じだったね。はいはい、まあ続いていこうか。はい、それではね、ラストいこうか。バッチがあると、大型も削ってくれたりするけど、バッチがないとね、大型戦でね、出すのがちょっと厳しい。コストパフォーマンスを発揮しないイメージだね。なので、まあやっぱ、虹バッチを引いてあげたい。まあもしくは、アビリティ3。で、まあ使ってあげたいところではあるんだけど、いこうか。
もう一回バチなしで。でバンニャン？頑張るニャン。ジマニャンってこんな可愛いけどなんだ。どうしようかな。引き目から切ってチャージしてラッシュコイルを当てる。これで火力が伸びる。取っちゃったね。これ取っちゃうとさ、雲の仕事が終わり、何もできないかなと。だからちょっとロックマン頑張ってるか。ただロックマン本来はね、ロックマンでこう砦削ってね攻めるっていうのが仕事なんだけど、こいついるからぶっちゃけねロックマン切らなくていいんだよね。取っちゃったこいつで砦削ったら強い。こうした方がいい。ただもう一回行って、あのもう行くか、倒して取る。で問題はここだね。本当はもう来たくないんだけど、置かないとやられちゃうから置いて、でジバニャン仕事終わってるから、ロックマンダブル。一体だとね、何もできないロックマンなんだけど、複数いるとちょっと頑張ったりすることもあるよと。ここは俺が止めてあげないとやられちゃうからね。来たね、飛んでくれたね。飛ばしてくるはずだから、ブラが行って、魔導の虹バッジがめちゃめちゃ頑張ってるね。超強いんだけど。魔導虹めっちゃ強くないか。あ、そっか。相手大型もう一本いいのか。俺、雲だったもんな。コストはあるんだけどね。まあ、こんな感じで。エッジとかには当たり前にボコボコにされる。スキルで、ドハツ戦のね、最後のタイミングで空飛んで逃げるとかやったとしても多分負けるんじゃないかな。ってぐらい、まぁ、ちょっとね、フィジカルが足りてないんだよね。さっきウサギ倒したのも2体出したおかげだし、1体だったら絶対勝てない。初手でスキル打って、もうあの、相手がぶち切れたら絶対勝てない。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。これだね、キャラグラ。わかりやすく言うと、これかな？キャラ選択するじゃん。パーって出てくるんだけど、これだね。いきますよ。あ、じゃあまず簡単に分かりやすいけど、ポセイドンね。ポセイドンのランキング見るとこうなんだよ。こうなんだよ。俺は歴代で6位でしたよ、と。稼いだポイントね。今までのキーフレの中で。ポセイドンのキーフレ何回目だったんだっけな。1回目だったかな、しょうがないけど、でもこれこう考えるとすごいね。1、2、3、4、5、6、7。で、1回重複があるから、6回もポセイドン怒られてるんだ。すごいな。そんなやってんだ、ポセイドンって。って分かるんだよね。例えば、まあ何でもいいんだけど、じゃあロボガーとか強いさ。ロボはしなくてもいいんだけど。あ、じゃあ、昔のキャラでいこうか。オジハウ俺昔取ってんだよ。でも931なんで最高ね。でも、今のオジハウは、マックス1182までいってるよとかね。俺が一番最初にオジハウのキーフレ取ったのかな？多分この感じは。だから一番ポイントは低い。それ以降俺オジハウやってないからね。とか、わかるんだけど、ロックマンにすると、悲しくね、なんかちょっと。俺しかいないんだよね。で、多分だけど俺重複した記憶がないから、一回しか開催されてないんじゃないかなって思ってて。そう。そうなんよ。おそらく一回だけ開催されて、その時に俺が一回取っただけで、それ以降ロックマン放置されてんだよね。で、今度のバランス調整にロックマンが入ってくるの確定してるんだよ。皆さん、よろしくお願いします。ロックマン、強くしてください。がっつりいい感じに、面白いキャラにしてください。もう直近ね、ロックマンね、2回ぐらい強化されたんだよ。確かね、HP が上がったのと、スキル発動率だっけ？ちょっと覚えてない。正確には覚えてないんだけど、そう。まあ、2回ぐらい強化された記憶があるんだけど、それでもね、やっぱ強くなくて、使わないかな、みたいな感じだったんだけど、そう、今回ね、また強化されてほしいキャラにいて、強化されるらしいから、はい。気になりますね。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。